はい、どうも、白石秀則です。昨日ですね、XG、エクストラ、エクストラ、エピソード、X6、見ました。大号泣。もう結構タフな回でございました。そしてね、ヒカルちゃんがね、ガールズプラネット、39ですか？呼び方わかりませんが、こちらの方のこうオーディションですかね、こちら。ケプラーというガールズグループ、韓国の7人組ガールズグループに入って、活躍しているということで、ちょっとねケプラ今日ねちょっとね活躍を見ていきたいんですよ。で、僕ケプラ知りません。多分とても有名なんでしょうが、僕は本当に浮世離れというか、全然 K-POP も最近の流行りのものをですね、本当に BMSG、XG のおかげでねちょっとずつ知っていますが、もちろんでも全然詳しくありません。ケプラ初めて聞きました。ケプラで合ってるんですか、そもそも呼び方は。 Wikipedia を見ております。はい、ヒカルさんここにおりますね。ヒカル、江崎、ヒカル、7位で通過したんですね。何人組ですか？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9人組。わおー。見て、所属事務所 X ギャラクスって書いてるよ。でねーん。2024年7月以降は7人体制ということですね。すごい。登録者数も、YouTube の登録者数も200万超えてる。7月15日に、真白さんと S さんが活動を終了して、7人体制。現在7人 XG と一緒ですね。なるほど。ちょっとねここら辺で作品に行きたい。ケプラーで検索しよう。ケプラーで一番再生回数がいいもの、そしてそれのダンプラがあったダンプラも見たい。ケプラーの公式と見ます。で、動画で人気の動画、こちらか、こちら。ケプラー、ワダダ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人時代、ワダダ、同じタイトルあるね、シューティングスター。おー、これも見たいけど、この一番 1.7 億回って飛び抜けて視聴回数がいってるんで、和田田のミュージックビデオとこのダンプラ見ましょうか。和田田、和田田って合ってんの、まず和田アキ子さん的なことですか。怒られるやつ、怒られるやつ。とりあえず見よう、ヒカラさんがどういう風に活躍されてるか。和田田見ていきます。 1.7 億回すごいな。せーの、ポチリ。2021年だから。あ、ヒカルちゃんやん。あ、わだだ吸ってるね、やっぱり。わだだ。妖艶だったね。わだだだ。カメラワークおもろいね。
わだだだ。結構このコーラスをゴリ押ししてくるんだね。ねえ、まあまあスカラーここ共鳴するとこもあるよね。ちょっと待って、ダンプラも見とこう。ダンプラもまあなんせヒカルさんの今活躍してる勇姿を見れただけでも大わだだってどういう意味ですか。ダンプラ見ていきます。わだだ、ああ綺麗な円。あ、ケプラーってこと。シンクロするね。ダンプラの方がいいね。だったのね。わだだ。いいね。わだだだ。わかる。ヒカルちゃんキレがあるね。なるほどなるほど、活躍してます活躍してます。やっぱこう揃うね、韓国のグループっていうのはすごい練習量があるんだと思いますね。こう XG とはこうその種類の違うこの覇気っていうのがありますけど、ちょっと可愛らしいね、この、まあ、この曲しか聴いてませんけど、女の子らしいなんかこうキュートな、あーちょっとこの曲は印象がつきましたね。え、ケプラーってあれでしょ？ケプラーって惑星なかった？惑星じゃなくて望遠鏡？天文学者？ケプラー 1649C300 光年先に位置するほぼ地球の惑星。まあ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 、よくわかんないけども、宇宙、宇宙でしょ。これもなんか共鳴するね。うん、いやでもちょっとヒカルちゃんの活躍をちょっと見れましたね。でケプラー見てよかったと思う。本当にあのやっぱこうなんだろうな、これ好き嫌いはあると思うけど、本当に練習量がめちゃくちゃあるな。
とにかくヒカルちゃんがね、先にケプラでデビューして活躍してたっていうのは嬉しいですね。はい、ちょっとエクストラエクストラ見たんで、さすがにちょっとケプラってどういうグループで、そしてどういうヒカルちゃんが活躍をしてるのか見たかったので、ちょっと見ていきました。ありがとうございました。白石秀則でした。